し、天井よし、窓の外よし、誰もいないな。降参よ。さすがは風魔の当主様ね。さては。三年のお峰奈々先輩ですね。ピンポーン、正解。怖い顔しないで。うん。安心して、その紙の中身は何一つ見てないわ。見ていたのはあなたの顔色。俺の？だってここ数日間ずっと思い詰めた顔をしてたでしょ。学年が違う私でもすれ違うたび気になるほど。だから何が原因か気になって忍法を使って様子を見させてもらったわ。このマカロンはそのおわび。私の手作りだけど味には自信があるわ。うわ、うまっ。何やら色々と考えているみたいね。でもそこまで考えて何も出ないなら一旦忘れてリセットすることも大事よ。
例えばこの甘いお菓子をゆっくり食べてリフレッシュするとかね。そう、それはどうも。はい、あーん。詳しいことは知らないけれど、特務中隊の話は私も聞いているわ。だから余計に気になったの、あなたのこと。何に悩んで、どのくらいの実力で。そしてちゃんと忍びとしての冷静な心構えがあるかどうか。あまり邪魔しちゃダメよね。続き頑張って、応援しているわ。残ったマカロンもせっかく作ったんだからちゃんと食べてね。それで頭を柔らかくしてね。それじゃこれからよろしくね、隊長さん。隊長さん？先輩からマカロンを賜り、あまつさえ、されたのは知らばっくれても無駄だ。ナナ先輩から直接聞いたんだからな。マカロン、くれくれ、あんしてくれ、関節あん。何なんだよ。